はい、夢です。こんにちは、どうもどうも。今日もディズニーシーに来てます。はい、毎年恒例生八つ橋、これはですね正月限定なんですよね。毎年正月だけ必ず売られるんですけど、はい、今年もやっぱり出ましたね。で、皮だけはないですね、あん入りですね。あん入りの生八つ橋になります。はい、味はですね、赤は赤生地栗きんとんで、緑はね抹茶生地粒あんって書いてますね。で、賞味期限が1月6日ですね。今日が28日なので、だいたい10日から2週間って感じですね。はい、正月名物の生八つ橋、今年も販売してます。はい、ちょっとこれ、俺今年はこれ買ってみようかな。買ってみます。はい、八つ橋買ってきましたよ。八つ橋ね、買ってはい終わりではちょっとつまんないなと思ったので、ちょっともう八つ橋ちょっと食レポしようと思います。今ちょっとアンバサダーの中庭なんだけどね。はい、ちょっとですね食レポします。これちゃんと京都で作ってんだよね、本格的だよね。はい、めっちゃ楽しみです。いただきます。はい、では中身開けてみたいと思います。いやー、でもこれ開けるのもったいないよね、このパッケージ。はい、ちゃんとこれしっかり写真撮っとこう。はい、じゃあもうこれで未練ないです。じゃあ開けます。じゃあこっから開けるのか。じゃあ開けるよ。はい、こちらちゃんとこれ包みは紙なんだよね。はい、とことんこの輪にこだわってるのがいいですよね。はい、パッケージのインクも2色でこの墨絵っぽくなってるのがいいですね。めっちゃ味があります。はい、イラストかわいいですね。開けるよ。はい、完全開けました。じゃあ箱開けます。おー、こうなってんのか。はい、生八つ橋のこのうんちくの、はい、なんか解説書入りですね。はい、京都発祥の伝統的な和菓子ですと。かっこいい。あ、コシヒカリなんだね。はい、そして栗きんとんと粒あんになってます。これはあれだね、ちょっと一度開けたらこれ食べるの大変だね。まあしゃあない、ちょっと一個ずつじゃあ食べていこうか。じゃあ粒あんと栗きんとん一個ずつ。はい、じゃあいただきます。はい、まずはじゃあ栗きんとんからいただきます。あ、めっちゃうまい。はい、栗好きなんでいいね。八つ橋のねこの皮だけでも美味しいのに、さらにこの栗きんとんと相まってめちゃくちゃうまい。ちょっとでも甘いね、やっぱ。なのでなんかこういうね、はい、こういうお茶とかねドリンクと一緒なのがいいですね。これパークの中で開けて食べても多分いいと思うよ。めっちゃ美味しい。はい、じゃあ続いて粒あんいきます。はい、抹茶粒あんいただきます。あー、うまい。抹茶と粒あんが合うね、やっぱり。おお、うん、うまい、うまい。両方食べてみたけど、やっぱね、八つ橋は抹茶粒あんですね。やっぱあんこが美味しい。栗きんとんはね、ダメではないんだけど、ちょっとやっぱなんか、さらに派生っていうか、なんかね、わかるよね、言ってること。まず王道ありきなんで、やっぱ王道はやっぱね、小豆です。プレーンの八つ橋に小豆でも美味しいんだけど、やっぱ抹茶と小豆って相性いいよね。抹茶ラテも小豆入りだし、あとパークの方さ、ワッフルも付け合わせで、抹茶のアイスクリームと小豆ってね、トッピングであるぐらいなんで、抹茶と小豆の相性抜群ですね。なんかね、京都とかに行かなくてもね、この本格的な八つ橋がね、このパークの方で買える、食べれるっていうのがもう本当にいいですね。はい、やっぱね、パークの方はね、やるときやるよね、とことん本格的なんで、中途半端なことはやっぱやらないなってやっぱ思いました。はい、なので正月限定のこの生八つ橋のお土産おすすめです。はい、以上は生八つ橋の紹介でした。じゃあね、バイバーイ。